タラムリ、あるいはタラフマラ族は、メキシコ北西部のアメリカ州の先住民族であり、長距離層の能力に秀出ているとして有名である。16世紀のスペイン探検家の上陸により、チワワ州の固有の先住民である、タラフマラ族の多くはシエラマドレオクシデンタルに位置する、バランカ、デルコブレのようなコーシエラ、シエラとは、ノコギリ状の山脈のこと。スペイン語、 シエラや峡国に対比した。タラフマラ族が現在居住するシエラマドレ、オクシデンタルの地域は彼らの存在からシエラタラフマラとも呼ばれている。2006年の調査ではタラフマラ族の人口は5万から7万と見られている。ララムジは1500年代になって初めてスペインで紹介された。スペイン人はこの新しい部族の発見によりタラフマラ族と命名した。 17世紀の初めまでに、スペイン鉱山が、タラフマラ族の生活圏に建設され、タラフマラ族は、鉱山での労働力として、スペイン人による奴隷狩りの対象となった。イエズス会の宣教師、ユアンフォントは、タラフマラ族の生活圏の南端で布教所を設立し、布教活動は、テペフアン族のいるさらに南にまで拡大した。この布教活動は、サンパブロベレザとして知られている。 本トは1616 16年のスペイン人による襲撃に対するテッペ不安の武力抵抗の際に殺された。サンパブロ・ベルザーにおける布教活動はこの事件により中断し再開まで10年以上もの歳月を要した。1631年のチワワ州パレルの鉱山の発見によりさらに多くのスペイン人がタラフマラの土地に来ることとなり、イエズス会も多くの宣教師を送り込んだ。 スペイン人交付による奴隷狩りがさらに行われるようになった。新しい布教活動をモラスボウカス、ヒュージョティトラン、サンフェリッペとソテイボにより再開された。1648年にタラフマラ族はスペインとの戦争に向かった。タラフマラ族はファリアジックと合流し、それからサンフランシスコで防波にあるイエズス会の布教所を破壊した。二人のリーダーは、 この襲撃によりスペイン人に捕まり処刑された。その直後にスペイン人はタラフマラ軍の高地中心地にビラデ・アギラを設立した。これらの事件によりタラフマラ族は二つの地域に分かれることとなった。定地の布教書の伝道師らの継続的な活動によりキリスト教信者の多い定地に移住し、定地の者はタラフマラ族のアイデンティティを大きく失うこととなった。 高知のタラフマラ族は、ティッポーラムと、イクニンラのリーダーの下戦争へと向かった。イエズスカイは1670年代にこの地に戻り、数千人のタラフマラ族を洗礼を施したが、これらの人々は、低地のタラフマラ族とは別のアイデンティティを放置した。ティッポーラムは1690年に、スペイン人により処刑された。1696年から1698に かけて、スペイン人との戦争を続けたが、軍事的には、敗北に終わった。1753年までに、定地のタラフマラ族の不況所は、在族牧師に引き継がれた。1767年のスペイン領における、イエズス会の解散に伴い、タラフマラ地域にある不況所の多くは、活動を終えた。短期間の不教隊の終了とともに1767年には、すべてのスペイン領から、 イエズス会は撤退させられた。タラフマラ族にとってこのことはイエズス会がフランシスコ会にとって変わられ、フランシスコ会の献身的な努力にもかかわらず、イエズス会の布教活動に及ばなかったため、フランシスコ会の布教活動は下火となっていった。20世紀の初めにはイエズス会が戻り、荒廃した布教書の再建を行った。多くのタラフマラ族は 伝統的な生活を続けており、小さな木や石の小屋だけでなく、洞窟や断崖の軒下のような自然のシェルターを利用し、居住している。主要な作物として、トウモロコシや豆などがある。しかしながら、多くのタラフマラ族は、現在も遺牧を続けており、牛、羊、ヤギなどを飼っている。ほとんどのタラフマラ族は、一年のうちに何らかの形での遺牧を行う。 メキシコのタラフマラ族の生活に関する洞察、タラフマラ語は、ユトアステカ語族に属する。スペイン語の影響で衰退しつつあるものの、現在も広く話されている。タラフマラ語において、ララムリという単語は特に男性を言及しており、女性については、単数の場合はムキ、複数の場合は、オムギ、または、イゴマレが相当する。ララムリという言葉は、タラフマラ語で裸足のランナー。 または、速く走るものを意味するものとして、ノルウェーのカール・ルムホルツなどの初期の民族史学者が紹介したが、この翻訳は正確ではない。現在では、ララムリ・タラフマラ族として解釈、認識されるようになった。タラフマラ族はアステカに征服されず、スペイン人、フランス人、アメリカ人との戦争にも生き抜いた。近年では、彼らはメキシコ国や、 薬物取締官、彼らの土地の鉱物資源の搾取をも論む企業から土地を脅かされている。大規模な森林伐採が大きな問題となっており、1800年代後半に初めての伐採者が来たことにより、ほとんどすべての森林がなくなった。シエラマドレの森には原住民の92%が生活しており、彼らは大規模鉱山や、 森林伐採プロジェクトから彼らの土地を守る必要に迫られている。伐採業者による原住民の土地の搾取は彼らの自給自足経済と将来を危うくするものである。メキシコの人権擁護連合委員会は政府が材木生産の生態系に対する効果を研究することに失敗しているとしたレポートを2000年に作成した。 1990年代の法律の自由化を通して状況はより多くを悪化させるものであり、そして資源の消耗に終わった。1995年には伐採を今後100年続けた場合、これらの貴重な森のわずか2%しか残らないと断言された。何百もの薬用植物、多く及び松などの種は地球上の他のどの場所よりも 多種多様であり、これらが生息する北アメリカの最も生物学的に多様な生態系は絶滅に瀕している。北米自由貿易協定は90年代には土地のタラフマラ族への帰属、タラウマラ族への待遇改善、及び環境規制の市場ベースの技法を骨子とした対外投資を促進させた。これはかえって伐採を増やすとかなりの数に上るこれらの森に依存する。 原住民の人々の絶望を増すこととなった。1892年、カール・ルームホルツの撮影による、チワワ州ツアリッパでの二人のタラフマラ男性の写真。タラフマラ族は、幻覚性のサボテンのペヨーテを、ハイカリーという高いくらいに大きい余っている。ありがとうございます。